わしはまず、お主と相棒が人の手ではほぼ破壊不能なオブジェクト、ギガスシダーを破壊したがゆえに、その理由を探らせた。そしてお主らがたった二人でダークテリトリーからの先見偵察部隊を撃退したと分かったのじゃ。さらにシャーロットを通して観察を続けるうちに、お主が禁忌目録に縛られておらぬことを知った。またお主が外部から来た人間であることもな。わしはそれゆえお主を最大の希望として見出したのだ。そうだったのか。あれは俺に宿った霊感でも直感力でも何でもなかったってわけだ。もしかしてあの時も、育ててたゼフィリアのつぼみを切られた時、俺を励ましてくれたのも君なのか。ありがとう、シャーロット。氷教会の支配下にある最強の守護者、聖号騎士、彼らは一体何なんだ。事実は核も残酷なものでな。アドミニストレーターが禁忌目録違反による反逆を恐れるがゆえに作り出した手駒に過ぎんのじゃよ。アドミニストレーターはシンセサイズの秘儀なる儀式により元の記憶を奪い、その代わりに忠誠意識を植え付ける。そうして生み出されたのが聖号騎士なのじゃ。そのシンセサイズの秘儀ってのは一体何なんだ。やつが違反指数の高い人間を山ほど研究材料に使い生み出した術式じゃ。対象の記憶の一部を奪い、代わりに己への忠誠を強いる。パイエティモジュールを頭部に埋め込む。わしがお主を協力者に選び、アドミニストレーターを倒さんとする理由は、失った権限を取り戻すためだけではない。ましてや禁忌目録という鎖に縛られる民を解放するためでもないのだ。どういうことだ。いずれ外部の人間がこの世界に与える運命、最終孵化実験、その日が来るまでにわしが全ての魂を静かに、痛みも苦しみもなく眠らせるためじゃ。最終孵化実験ってのは一体何なんだ。うむ、まず前提として、この世界を作ったラースは人工フラクトライトたちの幸福な営みなど望んではおらぬのだ。むしろその逆、民たちを巨大な万力でゆっくりゆっくりと締め上げて、どのように抗うのか観察するためにのみこの世界は存在する。一体何が起こるんだ。人界という卵を挟み込む万力がついに殻を割るのじゃ。闇の世界の住人たちは人間と同じフラクトライトに殺戮と強奪の行動原理を付与された存在じゃ。彼らは単純に力の優劣をヒエラルキーとする体制によって組織化され、原始的じゃが強力な軍隊を作り上げておる。その集団が彼らの言葉でイウムと呼ぶ人海人の領土に攻め入り、暴虐の限りを尽くす日を今か今かと待っておる。おそらくそう遠い未来の話ではないぞ。これがアンダーワールドという世界の歴史と待ち受ける苦難の全てじゃ。なるほどな。それじゃあ最高司祭であるアドミンストレーターを倒して、あんたがカーディナルシステムの全権を取り戻したとしても、最終孵化実験による闇の軍勢の進行は止められないんだな。うむ、それにもしわしはそれを使わぬよ。なぜなら彼らとて望んで怪物ダークテリトリーに住む種族たちも、うん、言うたじゃろ、100年そんな彼らを一方的に、じゃあ人界とダーク、それには数百年の歳月がかかることであろう。そしてこの世界の全てはラースが、それゆえわしは最終孵化実験の到来が来る前にアドミニストレーター、そしてアンダーワールドを人界もダーク、うん、ああ、ライトキューブクラスターに人界の民のものも闇の民のものも。それはつまり
人々が死ぬことを回避できないなら、この世界の民の魂は一瞬の操作で消滅。それが殺人行為であることに何ら変わりは、この世界がラースに依存している以上、独立、ラースにとってアンダーワールドはただの実、そうだな。現状ではどう考えても、これでわしが単にこの世界の人々を、なあ、よくわかったよ。そうか、事情はわかったよ。どうじゃキリトよ、わしは強制できん。望みの位置のバックドアからお主とユージを送り出して、その場合はお主らが万難を排してアドミコンのわしと戦うことになるじゃろう。カーディナル、あんたは、うむ、ならあんたにも純粋なる、なぜあんたは全てを投げ出し逃げなかったんだ。愚かなやつじゃ、つくづく言うたろ。カーディナルサブプロセスのあらゆる利益、あらゆる望みは、ただわしにとってはもはや正常なる世界。ゆえにわしは、いや、違うかな。わしにも欲望はある。たった一つ、この200年どうしても知りたかったことが。おい、キリト、お主も立て。は？これが人間であるということか。あったかい。やっと報われた。私の200年は間違いじゃなかった。この暖かさを知っただけで私は満足。報われた、十分に。いつまでぼーっと突っ立っておるつもりじゃ。そりゃないよ。それで結論は出たか。わしの提案に乗るか、それとも蹴るか。わかった、あんたの作戦に乗るよ。でも俺は考えることはやめない。この先、聖号騎士たちやアドミニストレーターとの戦いが始まっても、何か手段がないか探し続ける。孵化実験段階の悲劇をどうにか回避して、世界が平和に存続できるような解決策を。やれやれ、とんでもない楽天家じゃな。分かっておったことじゃが。だってさ、俺はあんたにも消えてほしくないんだ。10人選べと言われたら、そこにはあんたも入れるよ、間違いなく。その上、愚かなやつじゃ。わしが脱出してしまったら、誰がこの世界を消去するというのだ。だから状況は理解したけど、悪あがきは放棄しないって言ってるだけだよ。お主にもいつかは諦めることの苦さを知る時が来る。
力尽くして及ばぬことではなく、及ばぬであろうという推測を受け入れなくてはならぬ時が。さ、相棒もそろそろ歴史書を読み終わるじゃろうし、今後の具体的な行動計画は有事を交えて話そう。そのためにも、まずは現実世界の知識などを除いた最低限の情報をあやつに教えてやらねばな。俺は戻ってきたユージオに事情とこれからのことを説明した。そうは言ってもあくまでも簡略化した説明だ。整合騎士たちはシンセサイズの秘技で記憶を抜かれて、氷協会に忠誠を誓わされた存在であり、追放されたもう一人の最高司祭カーディナルは整合騎士たちとの戦いに協力してくれるということ。そしてカーディナルの目的はアドミニストレーターを倒し最高司祭に復帰することなのだと、それだけを伝えた。外の世界や孵化実験の後に待つアンダーワールド人の結末に関して話すことは俺にはとてもできなかった。それでもいつかは切り出さなくてはならないだろう。だが今はそれを考えている暇はない。記憶を抜かれ氷協会へ絶対の忠誠を誓わされた存在、それが整合騎士カーディナルさん。それではあの…すまんが、わしがこの場所で手にアリスという整合騎士の出自については今とな…そうです。だが整合騎士を誕生。本当ですか？ああ、パイエティモジュールを除去すればよい。パイ…エルドリエの額から出ていたあの紫色の…ああ、あれのこと。つまりシンセサイズの秘技を解くには整合騎士の…いや、それだけでは不十分じゃ。それは何で？モジュールが挿入されておる場所に本来存在したもの、大抵は最も愛する者の思い出がそれにあたる。はい、彼の母親の名前でした。ならばそれじゃろうな。エルドリエは母親に関する記憶を、全ての整合騎士はもそれを取り戻さぬ限り、たとえモジュールを除…記憶のかけら…いや、そうは思わん。まず間違いなく自らの居室ってことは、整合騎士を元に戻すためにアドミニストレーターのいる最上階まで…と整合騎士は殺さずに勝とうなどという、わしがお主らにしてやれるのは整合騎士…あんたは…もしわしが大図書室から出ればカセドラル内の全整合騎士と…あやじゃが、今ならまだアドミニストレーターは二人だけで出ていけば、少数の騎士を、その騎士たちを順に突破しつつ、もし整合騎士アリスが、これは探検？その二本の探検はそれ世界最高の権限の持ち主である。しかしそれに刺された者は大図書室にいるわしと、つまりわしの用いるあらゆる神聖術、整合騎士アリスと遭遇したら体のどこでも構わん。その瞬間わしの術でアリスを深い眠りに見、もともとは対アドミニストレート一本は予備のつもりじゃったが。何？あの、本当にいいんですか？ふた構わぬさ。それでカーディナル、さっき言って、うん、お主、え、取り返してくれるんですか？僕、おそらくそなたらの剣はカセ付近にバックドアを作るから、ブグ湖に入り。分かった、とりあえずこれで行動の…残念じゃが、もう一つせねば。何？お主らの剣は確かに強力じゃが、それだけ。なぜなら連中には武器のせん…あ、もしかして。そうじゃ、人気級の武器は完全支配術は、言うなれば本来ありえない超攻撃。ついてこい。少し カーディナルさん、本当にできるんでしょうか？剣の実物がないのに解き放たれた姿を。ないから良いのじゃ。
剣に秘められた記憶に触れ、寄り添い心の目があればそれで足りる。心の目。よし、それではまず。わかった、やってみます。黒いやつ、考えてみれば今に付き合いはまだ3ヶ月にも満たない。束を握り、ソードスキルを繰り出す時の一体感。深く、もっと深く潜るな。剣の記憶、ギガスシダーの周囲は深い森だが、俺孤独、荒涼たる寂しさ。枝をもっと伸ばそうと根から知力を、しかし、ああ、なんという、俺が枝を伸ばそうと知力と妖力を吸い込む。いつの間にか俺は森の木々たちの孤独の深さもまた。よし、そこまで。うむ、お主たちが、まずはキリト。この紙に書かれているのが武装完全支配術。この術式、結びの句が。なんじゃ。いや、そうじゃなくてさ、確かあいつが使った完全支配術は違った。リリースリコレクションだ。あ、そうそう、カーディナル、俺たちの完全支配。よいか、武装完全支配術には強化とは武器の記憶をぶぶ、そして解放とは言葉通り。エルドリエの総輪弁の場合、解放すると無知が蛇に変身して。そういうことじゃ。しかし先に言っておくが。なんでですか。記憶解放によって生み出される攻撃力は、行為の人気ならばなおさら、敵のみならず。わかりました。さ、時間がないぞ。ユージよ、そしてキリトよ、世界の命運は今やそなたら二人に託された。地獄の豪華に包まれるか、全く虚無に沈むか、わしはもはや告げるべきすべてを告げ。ありがとうございます、カーディナルさん。アリスを元に戻してみせます。では。誰もいないね。武具庫なんだから衛兵がいるだろうと思って。でも僕らの侵入はもうバレてるんだよね。実際余裕なんだろ。つまり次に整合騎士と出くわすときは、せいぜいこの猶予時間を有効利用し。システムコール、ジェネレートル。さすが氷。ソルディリーナ先輩がここに来たら教会はいずれ自前の軍隊でも。うん、闇の軍勢と戦うため。逆だな、軍隊を作るためじゃない。多分ここにあるのは全部人気か、アドミニストレーター氷教会以外。たとえどんなに強い武器を持ったところで氷。つまり教会の権威を一番信じてないのは。見つけ。いつまでも感動してないで。そう。あ、ここはどうする、キリト。これだけあれば僕らの体に。いや、俺たち鎧なんて着たことないだろ。エルドリエとの戦いなんかでこの服もそろそろ。確かにこのままじゃそのうち服。よし、さっさと着替えちゃう。きっとこの服もそれなりのいわくつきなんだろうな。そりゃ期待しすぎってもんだよ。さてと。なあ、行こう。
さてと。だけど、そうだ、